こんにちは。今回は横浜市にある RC 像の住居の解体現場を訪れます。コンマ4号に小割り機をつけ作業の真っ最中です。軽さとスピードを生かした小割り機の操作方法について伺いたいと思います。2号と4号しか入れない現場ってたくさんありますからね。しかも今後増えてくるだろうし、だから自分は選んだ感じなんですけど。噛む力より開閉が早い方がいいですね。やっぱり鉄筋を素早くまとめるとしたら、ね、開閉が早い方がまとめ早く取れるじゃないですか。全然こんぐらいは大丈夫です。一気にガブって噛もうと、針を噛もうとしたっていかないんですよね、全然。そういう時はつま先の方で端から噛んでいったりすると、そうするとできるんで、うまくやれば噛めますよ。ちょうどいいですよね。軽いのはいいですよね。速いのもいいし、やっぱり形を整えてるような感じなんで、形整えて、あと細かい鉄筋がこぼれなくなったらもう OK です。でしたでしょうか。コンマ4号で非常にスピーディーな小割りが実現していました。次回はコンマ2号での小割り作業にも期待が高まります。以上です。